ブライトン三笘薫、マン U 戦でAメディア、5点評価、納得できる？ユナイテッドの三笘対策は完璧に近かった。ボールを持つと常に二人のマークがつく状態だったから味方を生かしていた。それで評価が下がるなら仕方がないこと。三笘へのマーク意識を利用してか、攻撃時は三笘のいない方のフィールドの右側で仕掛けることが多かったように思う。しばらくブライトンはこの戦術で行くのかもね。他の選手が空いたから、チーム全体で見れば三笘はかなり貢献したと思うよ。自分の状況をうまく周りのチャンスに転換していましたよね。存在がかなり危険視されてるから守備も厳しくなる。そして今までみたいに簡単に突破できなくなる。これは仕方ない気がする。三笘の貢献度は高いのは間違いない。でも、チームのスター選手は目に見える結果がないと厳しい評価になる。今までこんな日本人いなかったよ。おとりになってチームを助ける。これも立派な戦術三笘。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。